マウスパッド、マウスパッドとは、コンピュータの入力機器であるマウスの動作を良好に、するために下に敷くシート状のアクセサリーである。コンピュータの入力機器として、マウスが登場した当初は、二次元の動きを、ボールの転がりで検知する方式が主流であった。機上面が滑りやすい、汚れている、凹凸が激しいといった場合には、マウスの底面に内蔵されたボールの転がりが悪くなり、 ポインティング操作に支障をきたす。ボールの表面は主にゴムで作られており、マウスを動かすことで、X 軸、Y 軸の動きを検出するエンコーダーに直結している、小さなローラーが動かされることにより、ポインティングのための数値が検出される構造になっているが、このローラーと、ボールとの摩擦力があまりにも弱いとボールは滑ってしまって、結果的に、ユーザーの求める動きが得られないのである。 GUI 環境を使っていく上で、マウスの動作の不調はユーザーに、多大なストレスや操作のミスを生じさせる。このボールの転がりを良好にするために、シリコーンやゴム、スポンジなど、摩擦の生じやすい材質でできた平らなシートを下に敷くというのが、マウスパッドの本来の役目である。その後、光学式、マウス、オプティカルマウスが登場した。光学式マウスは、 底面に発光、受光機構を備え、光の反射によって動作を検知する仕組みである。光学式マウスが登場した当初は、光の反射しやすい専用マウスパッドを必要としたが、開発が進み、画像処理機構を備えたマウスが登場する。机やマウスパッドの表面の微小な変化を画像として読み取り、そのズレを計算することで移動を検知するという仕組みである。このタイプは、 表面の材質を選ぶことはなくなったが、ガラスなど反射の起こらない透明なもの、鏡のように反射率の高いもの、平滑で変化の乏しい面などでは、マウスの動きが検知しにくくなる。光学式マウス対応を謳うマウスパッドは、ほどほどに細かい変化のある材質で表面を作り、検知漏れを極力少なくしたものである。 機敏なマウスさばきが必要な PC ゲームのプレイヤーや、一度ト単位の緻密なポインティングにもこだわる、グラフィックソフトカナダドルなどのユーザーは、特に反りが生じにくく表面の質の良いものを要求する。また、ノートパソコンなどと共に持ち歩くユーザーのためには、薄く小さな携帯用のものが製造されるなど、品質やサイズは、ユーザーの需要に応えて様々な種類が存在する。また、 マウスの滑りや動きの検知を良好にするだけでなく、ユーザーの手を人間工学的に保護することを目的としたものもある。ゲルやビーズを充填した柔らかいハンドレストと一体化し、手首を乗せた状態でマウス操作ができるものなどが挙げられる。マウスの動作改善や手首の保護といった実用性、機能性を重視した製品が作られる一方、その機能を超えて、 視覚的な楽しさや娯楽要素を求めた製品もある。イラストレーションや写真を全面にあしらったもの、ガラスや石材やコルク、比較などの美観を生かしたもの、触り心地を重視したものなど、マウスパッドのデザインの幅は広い。液体の層の中に金属ハケやスパンコールを仕込み、マウスの動きに合わせて動く様子を楽しめる、などこった製品もあり。 デスクに花を添えるアクセサリーや鑑賞品にもなっている。また、企業や製品のロゴ、イラストレーションなどをプリントしたものが、ゲームソフトや DVD の付録、製品展示会の記念品として用いられることも多く、コンピュータ利用者層向けのノベルティグッズ、プレミアムグッズとしてもマウスパッドは好まれている。近年では、印刷会社がノベルティ用マウスパッドの印刷を、 サービスラインナップに得ることも増えてきた。さらには、アニメ作品や、アダルトゲーム作品のキャラクターグッズとして、ハンドレスト部分を女性キャラクターのちぶさや臀部に、見立てた造形印刷を行った、おっぱいマウスパッドなどと来れる商品も登場している。特殊な機能として、電卓を仕込んだものが販売された例もある。ただし、 機能面を重視したものにせよデザイン面を重視したものにせよマウスパッドの異常と光学マウスのセンサの間である種の相性問題が発生する場合もあるこのような場合にはポインタが異常に敏感に反応してしまうポインタの動作が安定しないそのためにダブルクリックがままならないなどの動作異常が発生するゲーマーが求めるマウスパッド いわゆるゲーミングデバイスとしてのマウスパッドも存在する。ボールマウスは内蔵のボールを回すことによって移動を検知するため、マウスをスムーズに滑らせようとすると、ボールがスリップしてしまい、移動が検知されないためにスムーズな移動ができなくってしまう。そのためスムーズな滑りを犠牲にしてグリップさせる方向での商品作りが要求された。そのため、滑らないマウスパッドとして、 布製のマウスパッドが大半を占める。光学式マウスが出回るようになると、マウスパッドは純粋に滑りのみを重視されるようになったため、滑るマウスパッドが要求され、素材としてプラスチックや強化ガラスなどボールマウス対応としては使えない素材も使われるようになっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。